新型コロナウイルスワクチンの接種をめぐって、接種後に死亡した人たちが百何十人いたというようなセンセーショナルな、報道をしておりましたが、これについてですね、非常にその危機感を煽るミスリードだと僕は強く憤っております、なぜならですね、そのワクチンの接種後に、死亡した人たち、これがワクチンと因果関係があるかどうか、ここが多分問題になっているわけですけれども、人間は今のところね、基本的に死亡率 100% でございます、いつかは人間死ぬわけです、特に高齢者の方っていうのはですね、若年層よりも死ぬ確率非常に高いです。そして今ワクチン接種されているのは主に高齢者、そして医療従事者の方々、つまりほとんどが高齢者の方々なわけですね。で、高齢者除いてもですね、全人口で日本人の、大体ですね、1年間に100人に1人弱ぐらいの人が死んでおります、年間110万人とかですね、ぐらい、の方々が毎年亡くなられております。もうですね、2000万回、ワクチン接種されてて、1000万人以上の人たちがおそらく、日本でワクチンを接種してるわけですけれども、もう10人に1人が打ったわけですね。まあ申し訳ないですけれども、偶然、ワクチンの接種後にですね、何らかの理由で、亡くなられる方、元気だったのに突然亡くなりました、ワクチンの接種後って、なんとかワクチンに関連付けたいと思うんでしょうけれども、突然死する人はたくさんいらっしゃいます、なのでですね、今のところもう世界で10億人以上に打たれているワクチンなわけですけれども、明らかにそのワクチンのせいで、重篤な副反応が出て、それによって死亡したというような、ね、人たちがたくさんいるというような話は一切聞きませんし、それぐらいたくさん接種をされてて副反応もそんなに多くないというふうに言われているワクチンですので、ぜひそんなに不安を感じずにですね、皆さん、接種をして、ください。ロジックで説明していくと絶対おかしいんですけどね。だって打つのタダじゃないですか。経済的なリスクはないわけじゃないですか。何のリスクがあるんですか。いや、だから僕はその半信半疑なだけ。そのまずね、リスクがないんだったら打っちゃいいじゃんって思っちゃう。だからリスクがあるかな、クエスチョンだ。それはだからさっきのアナフィラキシーとかと同じぐらいのリスクですよ。それってまさに杞憂で、そう、じゃああれはどうですか。隕石が当たって死ぬみたいな話ですよ。古田さんがすごくそのワクチンを打たない人の論理というか考え方をすごく象徴してると思うので、非常に興味深く聞いております。バカにしてて。いやいや、でもそれが世間じゃないですか。で、これだから今僕すごい丁寧に説明してるけど、結局最後はロジックじゃないでしょ。そうそうそう、感情入ってます、うん、だから、あと、心配とか恐怖みたいなのも入ってます。そう、心配とか恐怖とか、うん、まあ、要はだからバンジージャンプ飛べないみたいな話ですよ。うん、単純に言うと。うんうん、いや、バンジージャンプ飛べないんじゃないですよ。飛んでもいいんだ。バンジーのちょっと綱がちょっと亀裂入ってんじゃないかと思ってんだから、うん。いや、まあ、だからそういう話じゃないですか。もうそれ言い出したらバンジージャンプ飛べないですよね。だから、それはわかります、うん。でもそれはワクチン接種、じゃあみんながバンジーやんなきゃいけないの。そうです。みんなが楽しいです。人体切る可能性もある。僕めちゃくちゃ、だから僕大好きなんでこういうの喜んで売ってますよ。俺今やばい、こんなすごい最先端テクノロジーをタダで受けられるってすげえと思って、人類の英知だなと思って、僕未来のことしか考えてないから、未来っていうかこれを打つことによって僕は科学の進歩に寄与してるなって、人間が初めてハックできた素晴らしき記念日なわけですよ。本当だからノーベル賞ものですよ。